栃木の増木拓実選手です。初めてのグランプリ出場となりました。お気持ちはいかがですか？いやもう本当に今は楽しみしかないです。どうでしょう、去年の今頃っていうのは来年この舞台に立っているというような想像というのは増木さんの中ではされていらっしゃいましたか？いや本当に毎年家でグランプリ見てたのでそれに出れると思うと本当にワクワクですね、はい、いや今年はタイトルを2つ取ってですからね。そうですね、本当にもうラインに助けられた年だと思います。ただその中で最後は自分でも勝ち取ってということもあったんですけども、昨年と比べてご自身の中で一番大きく変わった部分というのは何かありますか？そうですね、去年はちょっとその先行できなかった時とか作戦通りいかなかった時に大きな着取ってしまうことが多かったんですけど、まあ、そうならなかった時に臨機応変に対応できるようにはなったかなと思います。そういう柔軟性などもついてきたというような感じですかね？そうですね、まあ、でも自分からそうなりにいかずに積極的に行こうかなとは思ってます、はい。オールスターも優勝されて G1 チャンプという肩書きもついて、そこから何かこう心境面で変化とかはありましたか？そうですね、セッティング面とかでも全然いじってなかったところいじるようになって、まあ、最初はちょっとオールスター終わった後良くなかったんですけど、まあ、最近はいい方向に向いてきたので、はい、いいと思います。グランプリ栃木では大先輩の神山雄一郎さんなどもいらっしゃいますけども、何かそのあたりの方々とお話をしてっていうのはあったんでしょうか？いやずっとバンク使えなかったのでまだ会ってないんですけど、はい、まあ、この後グランプリまでに、はい。このグランプリっていうのは初めてこう競輪を目にするっていう方もいらっしゃると思うんですが、増木選手のどんなところを見てもらいたいですか？まあ、今回は短期なんですけど、まあ、一発逃さないように仕掛けられれば面白くできればいいと思います、はい、競輪祭のような。そうですね、頑張ります。それでは最後にもう一言、グランプリに向けての意気込みをお願いいたします。グランプリは短期で、優勝だけ狙って頑張ります。応援お願いします。